MLB 吉田正隆15試合連続安打で7連勝に貢献直近5戦で打率476絶好調キープ直近5試合で21打数10安打の固め打ちレッドソックス53フィリーズ日本時間6日フィラデルフィア レッドソックスの吉田正隆外野手が5日、日本時間6日、敵地で行われたフィリーズ戦に2番左翼で先発出場し、15試合連続となるアンダを放った。継続中の記録ではメジャー単独トップを回送する連続試合アンダをまた伸ばした。この日は4打数1アンダで打率315。 直近5試合で21打数10安打の打率476と好調をキープした。チームは5対3で7連勝を飾った。アクシデントにも平常心を保った。初回無視二塁の第一打席、観客がスタンドに落下した様子もあり、救ご飯がブルペンに駆けつけるなど10分間の試合中断があった。再開後、1頃を転がして走者を進塁させ、その後の先制点に結びつけた。 三回無視一塁、内角に来た直球を引っ張り、ライトへ運んだ。一塁に到達した吉田は、エルボーガードを外しながら、笑顔を見せた。これまでに、日本人選手がメジャーで、15試合以上連続安打を記録したのは、一郎、松井秀樹、田口壮、青木範りち大谷翔平の5選手で、吉田も6人目の選手として名前を連ね、チームの7連勝に貢献した。吉田正隆、 ファンがスタンドから転落で試合が一時中断。吉田の打席中に球場内騒然。米大リーグフィリーズレッドソックス5日フィラデルフィアシチズンズバンクパーク。大リーグフィリーズレッドソックス5日フィラデルフィアシチズンズバンクパーク。レッドソックスの吉田正隆外野手29が突然の出来事にヒヤリとした。 吉田は4日、日本時間5日、敵地フィリーズ戦に2番左翼で出場。第一打席、相手投手に1球目ストライク決められた時だった。外野方向で悲鳴が起こった。観客席から身を乗り出して観戦していた若い男性ファンが転落。試合は一時中断となり、球場内は騒然となった。幸い転落した男性には意識があり、救護チームが救出し、手当て。 額に血がついていたが、単価で運ばれる際に、救護チームと会話するなどしており、重篤な状態ではないことが確認された。正確に何が起こったのかわかりませんとしていた。米テレビ中継の実況も、会話もできるようだし、救護チームの迅速な対応があって、彼はラッキーだった。皆さん、気をつけてくださいと呼びかけていた。この事態にゲームは約10分間、中断。 再開後、吉田はファーストゴロだった。吉田正隆外野手29が突然の出来事にヒヤリとした。吉田は4日、日本時間5日、敵地フリーズ戦に2番左翼で出場。第1打席、相手投手に1球目ストライク決められた時だった。外野方向で悲鳴が起こった。観客席から身を乗り出して観戦していた若い男性ファンが転落。 試合は一時中断となり、球場内は騒然となった。幸い転落した男性には意識があり、救護チームが救出し、手当て、額に血がついていたが、担架で運ばれる際に救護チームと会話するなどしており、重篤な状態ではないことが確認された。正確に何が起こったのかわかりませんとしていた。米テレビ中継の実況も、会話もできるようだし、救護チームの迅速な対応があって、 彼はラッキーだった。皆さん気をつけてくださいと呼びかけていた。この事態にゲームは約10分間中断。再開後、吉田はファーストゴロだった。場内騒然、吉田正隆の打席中にアクシデント、ファンがブルペン転落か、単価運び込まれ、試合中断。フィリーズレッドソックス5日、日本時間6日、シチズンズバンクパーク。 レッドソックス、吉田正隆外野手29が1回の第一打席で初球をファウルした直後、球場内でアクシデントが起こり試合がしばらく中断した。吉田は2番左翼で出場し、1回無視2塁から打席に入っていた。レッドソックスのブルペンから騒ぎが起こり、場内は一時、騒然となった。すぐに担架が運び込まれ、誰かが乗せられ、搬送された。 フィールドで選手たちが心配そうに様子を伺い、レッドソックスのベンチでも、選手やコーラ監督らも心配そうにブルペンの方を見守っていた。短歌で搬送されたのはファンと見られ、試合中にレッドソックスのブルペンに転落したとの情報も出ている。NBC スポーツフィラデルフィアによると、ファンにボールをプレゼントしようと投げられた模様で、それを取ろうと乗り出したファンが転落した可能性があるという。 長い中断の後に吉田は1頃に倒れたが、それが新塁打となり、4番ディバースの右前的時打による得点につなげた。吉田正隆、第2打席にライト前ヒットで15試合連続安打。4打数1安打で打率315チームは8区の7連勝。MLB フィリーズ35レッドソックス、5月5日、日本時間6日、フィラデルフィア。 吉田正隆154キロ速球で内角をえぐられるも余裕のヒットで15試合連続安打達成。レッドソックス吉田正隆外野手が2番レフトで先発出場し3回の第2打席にライト前ヒットを放ち継続中だった連続試合安打を今季メジャー最長の15まで伸ばした。前日までの直近5試合で。 20打数10安打、打率500と打ちまくる天才打者が、この試合でもあっさりと記録を更新した。なおこの日は4打数1安打で、打率は315に。チームは8区の7連勝となった。吉田の前日までの打撃成績は、104打数33安打、24打点6本塁打で、打率は317まで上昇。オプス出塁率プラス超打率も、 948とトップクラスの数字を残している。特に直近5試合では20打数10安打、8打点2本塁打,打、打率500と絶好調。4試合連続マルチ安打も継続中で、前日のブルージェイズ戦では第1打席に飛距離約122メートルの6号ソロをセンター越えに叩き込んでいた。 アリーグトップの得点、打率を誇るレッドソックス打線の中でも吉田は中核を担っている。上位からバー・ルーゴ、ターナー、リバースラと並ぶ打線の中で選球眼の良さを生かした高い出塁率とチャンスでの強さを発揮。得点圏に走者を置いたシーンでは35打数、12安打、19打点に本塁打、打率400と打ちまくっている。 チームの同僚や現地メディアからも天才だ。新人王の有力候補という高評価が続出するが、新人王は愚かメジャー1年目から首位打者を獲得しそうな勢いだ。MLB 吉田正隆、メジャー単独トップ15試合連続安打一郎、大やらに並ぶ日本人選手6人目。2番左翼でスタメン出場、7連勝に導けるか フィリーズレッドソックス日本時間6日フィラデルフィアレッドソックスの吉田正隆外野手が5日日本時間6日敵地で行われたフィリーズ戦に2番左翼で先発出場し15試合連続となるアンダを放ったこれで継続中の記録ではメジャー単独トップを走る連続試合アンダ記録をまた伸ばしたこれまでに日本人選手がメジャーで 15試合以上連続安打を記録したのは、一郎、松井秀樹、田口総青木憲りち大谷翔平の5選手で、吉田も6人目の選手として名前を連ねた。吉田の快音に敵地も拍手喝采。直近14試合で打率446、5本、18打点と絶好調だった男が、またも安打を重ねた。波に乗ってきたチームを7連勝と導けるか。